はい、じゃあこれから、サマセット、グランドハノイの、3ベッドルームの部屋をご覧に入れますね。125平米です、はい、18階部分です。はい、今エレベーターホールがあって、ここが非常階段になってますね。非常階段、はい、この非常階段のすぐ近くですね、こちらです。あ、13階です、すみません、13階の部屋ですね。入っていきます。はい、まず入り口入ってエントランスがあります。エントランスがあってこちらですね、左側。まずはあのカメラに収めていきますね。はい、まあ、あのサマセットの中でも一番広いタイプです、これが。はい、まあ、あのチェックアウトが出てですね、ちょっとまだあの部屋は汚れてます。綺麗にあのお客様が入ってきて決まればセットアップをして綺麗に仕上げますので、仕上げる前の部屋ですね。はい、でもこんな感じです。まずは見てください。入り口入って、まずリビングダイニングですね。リビングダイニングで、キッチンがですね、あ、向きがこれ南側です。こちらがちょうどちょっと左側に振ってる、こっちが南向きですね。はい、で、キッチンがちょっと独立してましてね、クローズになってて、こちらがキッチンになります。はい、こちらがキッチンですね。はい、洗濯機が、入っていまして、2口のキッチンシンクがあって、ビルトインのオーブンがついてます。で、まあ、これは多分電熱線ですね。だから IH じゃないと思います。熱くなるタイプが4つ口があります。はい、あとはサマセットの基準でね、きちっとした、まな板、包丁、チョップスティック、そういったものは全ておそらく準備されているんだろうと思います。こんな感じですかね。シルバー感で、はい、こういうものですかね。はい、料理に必要なもの、おっとっと結構入っていると。はい、で上の方も、ワイングラスとかグラス関係ですね。あって、大口の、お皿とかコップ類があります。この辺はまあもう少しご家族の家族の構成とかによってね、微妙に数をこう調整したりはしてくれます。はい、でこちらがちょっと大きめの横長の、冷蔵庫があります。下が冷蔵室、冷蔵室が冷凍庫、結構大きいですね。冷蔵室、冷蔵庫がつきます。はい、こんな感じなんですよね。で、はい、こちらキッチンで、まあ、キッチンの横に、お手洗いがあります。お手洗いは全部で2つあるのかな。はい、2つありますかね。でバスタブがあります。バスタブがあると、ここに1つ目ありますね。TOTOのお手洗いを使われています。はい、床はこういうね、あのふわふわじゃないですけども、ちょっと固めのソファーじゃないですね、カーペットですね、になってます。はい、じゃあ、部屋、見ていきますね。まずこちら側、まあ、その前にこう、まあ、ご主人さんのこう仕事机がここに置いていいのか分かりませんが、こんな位置でこうあります。はい、でメインのベッドルームがこちらですね。メインのベッドルームがこうなります。はい、テレビもついてて、でまあ、収納もねこんな感じで、はい、しっかりあります。扉を開けると電気がつくっていうタイプですかね。はい、長物とかズボンとかを引っ掛けるクローゼットと、まあ、こちらがもう背の高いコート類ですかね、そういったものを置く。細かいあの鍵付きの、入れ物とかがあったり、これはドライクリーニングもね受け付けてますんで、これを入れてここにクリーニングをしたいものをここの中に入れてレセプションに持っていけば、はい、結構です。で、テレビがありますよね。でメインベッドルームなので、メインベッドルームに通じるここにもバスルーム、洗面、お手洗いがあります。バスルーム、洗面、お手洗い、はい、窓もちゃんとついてますね。はい、こんな感じで、こういったあの、バスタオルとかハンディタオルもちゃんと交換してくれます。ホテルと一緒ですよね。バスタブ、2つ目のバスタブがあります。シャワーですね。はい、洗い場とちょっと独立しててほしいなっていうご意見もあるんですけども、独立はしてません。お手洗いと、うん、お風呂場と洗い場をこう分けてほしいっていうのはあるんですけどね。まあ、ここは2つあるんで、うまくそれをご利用してくださいっていうことになります。はい、こうメインベッドルームですね。ちょっと景色を見てみましょうかね。外どんな風に見えるか、ちょうど敷地の中、これね、よいしょ、
ょっと見にくいかな、こうやってこう全部開けると危ないんでね、小さなお子様がいらっしゃるケースもあるので、これ以上開かないようになっています。はい、で下見ると大きなプール、今もね西洋人の方が実際に涼んでいらっしゃいますよね。そんなに混み合ってるわけじゃないですけどね。で向こうの方にはテニスコートも見えます。まあ後でまた共用部分見に行きますけども、はい、こんな感じになっています。ここがメインベッドルームですね。両サイドにサイドキャビネットがあって読書棟、はい、があります。でもう一つサブのベッドルームがある。ここにも、はい、リビングがあって、はい、もう一つツインのねお部屋、ツインのお部屋がこんなふうにあります。まあ、これお子様向け、お子様用の部屋としてね使っていただくものですかね。はい、クローゼットもこんな風にあります。クローゼットの容量で各部屋には必ずこう壁掛け型のエアコンがあります。各部屋には必ずエアコンがついていて調整ができます。調整ができるリモコンもついています。でこっち側の窓は何でしょうかね、中庭ですかね。ちょっと吹き抜けがあるんですよね。吹き抜けがあって吹き抜けにメインしてるっていうことですね。はい、直射日光が当たったりすることはありません。ここはまあ非常階段みたいなもんですよね。はい、あんまりここを開け閉めすることはないと思います。はい、ちょっと今ね吹いてらっしゃいますけどもね。はい、こんな感じですね。こんな感じでもう一つが、このリビングを挟んでこちら側3つ目の、部屋ですね。3つ目の部屋があります。はい、でこちらはさっき見たような景色ですよね。下にプールがありますよね。で向こう側はこれオフィス棟ですね。オフィス棟です。ちょっと左の方に行くと向こうにもパシフィックプレスですね。パシフィックプレスも見えてます。銀行さんとかね、いろんなもう超大手の企業さんがあそこのオフィスに入ってますけども、もう都心の真ん中というかビジネス街ですよね、ここはね。はい、ビジネス街に位置してます。はい、日本人の方も結構住んでらっしゃいますね。はい、壁掛け型のエアコンもちゃんとついてます。3つあります。で、ちょうど真ん中にね、こんな風に広くリビングダイニングがあります。はい、どうでしょうかね。これあとここもあるかな、ちょっと見ましょうかね。はい、フロア、リビングに面して収納がこんな風にありますね。まあ、収納は結構ある方かなと思います。はい、でまあ他ここの部屋の中だけで住むんじゃなくてここだけで決めるわけではないんですけども、まあ、玉屋って言いましたね。これも最近和食の日本食レストラン玉屋さんがとっても美味しくて、ジャパニーズレストランですね。はい、もともと金間にもあったんですけどね、金間を引き払ってここで一点集中で勝負をかけてらっしゃいますね。はい、金間にあったら美味しかったんですけど、いなくなってどこに行ったのかなと思ったら、ここのサマセットグランドのこの敷地中に引っ越しました。とても今にぎわってるみたいですね。はい、こんな感じです。はい、いかがでしょうかね。でここがお家賃125平米の部屋なんですよね。で、3ベッドルームでここで、お家賃が$3,500です。$3,500。$3,500の中には電気代が$119も入ってます。でそれ以外にもちろん、レッドインボイスがね必要な場合は税金ですよね。税込みでなきゃいけませんので税金ももちろん入ってます。税金管理費以外にこれハウスキーピングサービス、今先ほどハウスキーパーさんがねいらっしゃいましたけども、日曜日でパブリックホリデー祝日を除く毎日、ハウスキーパーさんが来て掃除をしてくれます。で週3回はリネン交換、はい、ベッドシーツ、枕カバー、布団カバー、こういったものを、交換してくれるのと、これ全室の、リネン交換ですね。はい、全室のリネン交換プラス、先ほどもありましたけども白いバスタオル、ハンディータオル、マットレスみたいな、マットですね。はい、こういったマット、はい、こういったものを全部交換、これも週3回、これは週3回ですかね。週3回のリネン交換、タオル交換で蛇口ひねって出る水道料金も入っています。電気代は先ほど言いましたけど $119入っています。はい、
あとはまあここはねやっぱり日本人多いんで、奥様がいらっしゃっても定期的にあの市内のシャトルバス、例えばショッピングバスですね、買い物のエリアに、運行してくれます。ただですね、家賃に入ってます。あのバスの要は運行スケジュールがあるので、それを見ながら、はい、あの今日はユニマートに行って食材買おうかなと思えばユニマートに行けばいいですし、そういうバスをうまく利用して買い物をしてくださいと、はい、いうことですよね。あとはあのプールとかね、今カメラ撮ってますけども、屋外のプールの使用料、フィットネスもあります。サウナもついてます。フィットネス、サウナの使用料も入ってます。でインターネット、光インターネットの速い高速の Wi-Fi 付きのインターネットも利用していただきます。あとは、固定電話ですよね。固定電話、はい、これが Wi-Fi のインターネット で、はい、でもう一つは固定電話、ここにありましたよね。この電話、これも通話料も入ってます。ただ携帯電話にかけるとね、携帯電話にかけると料金は発生しますが、通常の04で始まる固定電話ですねにかける分に関しては、ホテルとかそういったところにかける電話に関しては別に料金はかかりません。利用してもらって結構ですと。こういったものが全部入って$3,500ですね、はい、であとまあ$3,500のこの有料の中には含まれていない、もし希望するんであればどうぞっていうのは朝食のサービスですね、はい、朝食のサービス、これも入ってます。これも入れようと思えば入ります。はい、大人で 1日で19万ドル、1000円ぐらいですかね、はい、で子供さんで、95,000ドルですかね、約まあそれの 3分の2ぐらいですかね、はい、そういう、朝食のサービスも下のジャスパスというところでビュッフェ形式で食べることはできます。料金は発生します。はい、あとは、まあ、あの一晩ちょっとね、親戚が来たり親が来たんでベッドを貸してくれと、エクストラベッドを貸してほしいよという場合はそのレンタル料とかそういったものを払えば大丈夫です。はい、で駐車場の料金であったり、はい、エアポートタクシーのチャーター料金だったり、そういったものは全部言っていただければ、はい、あのサービスとしてつけれます。そういったものも入っているという、あの入れようと思えばあの$3,500に上乗せしていただいて結構ですということですよね。はい、いかがでしょうか。もう都心のまさにもうハノイタワーですから、あ、皆さん誰もが知っているところで、この辺はビジネス街、官庁街、はい、大手さんの、まあ、ビジネスの、まあ、オフィスがたくさんあるところですね、はい、その中に、まあ、立っているサービスアパートです。サマセットなんでね、まあ、世界的にも有名な、まあ、基準アスコットさんが管理をしてくれているので、まあ、大きくぶれることは絶対ないですよね。どこの世界のアスコット、サマセットに行ってもこのレベルは必ずキープをするというサービスの、まあ、クオリティはあの決して下がることはない、サービスアパートで安心してご契約していただけるんじゃないかなと思います。いかがでしょうかね。